鉄板焼き屋さんみたいなステーキ作りますよ。重々なやつ。10、9、10、9、10、10、9、10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 、
。木綿豆腐を使います。まずはですね、木綿豆腐を半分に切ります。立てて半分に切る。したらちょうど均等の厚みで切れますよね。はい、半分になりました。そしたら電子レンジで水切りをします。豆腐をですね、一丁ずつクッキングシートに包みます。包んで耐熱ガラスのお皿に重ならないように載せます。そしたら電子レンジでチンします。電子レンジに入れて600ワットで5分加熱します。開けます。あぶー、豆腐が、あ、ちょっと硬くなってます。水分が出て締まってますね。うわ、たっぷり水も出てますよ。濡れてるキッチンペーパーから取り外して乾いたキッチンペーパーの上に乗せます。豆腐味が薄いのでここに塩コショウを振ります。コショウも。そしたら熱いので一旦10分ほど冷まします。じゃーん、牛もも薄切り肉を豆腐に巻いて分厚いステーキみたいにしちゃいたいと思います。まずはですね、しっかり塩コショウします。両面しっかり塩コショウします。10分経ちました。豆腐が冷めて、お、肉みたい。しっかりとした硬い豆腐になってます。そしたらお肉で包んでいきましょう。まずお肉半分、隙間が埋まるように重なるようにして広げます。ここに豆腐乗せましょう。ひし形になるように乗せます。そしたら包み込んでいきます。もういいですね。かなり分厚いお肉になりましたよ。お肉を包んだらですね、片栗粉を全体にまぶします。こうすることでお肉がね、ギュッと固まって豆腐から離れなくなるんですよ。はい、片栗粉をまぶしました。そしたら焼いていきましょう。そうだ、忘れてました。今日はこれ使うんだった。食パン2枚。なんかね、有名なステーキ屋さんに行ったんですよ。そしたらね、おしゃれにもね、食パンがね、ステーキの下にね、薄い食パンが乗っかっててね、美味しかったんですよ。食パンはまず耳を落とします。そしたらですね、食パンを厚みが3ミリくらいになるぐらいまで薄く伸ばします。さあ、やっと焼いていきましょう。まずはお肉を焼く前に食パンを焼きます。耳を取った食パンを並べてオリーブオイルを大さじに回しかけます。上からね、押し付けながら、薄っぺらのね、カリカリの食パンがね、ステーキとよく合うんですよ。焼き色がつきました。ひっくり返します。カリカリになってきました。焼き色がつきました。そしたらお皿に取り出します。続いて耳もオリーブオイルを大さじに回し入れて焼きます。こっちはですね、押し付けないでポテトフライみたいな味付けにしたいと思います。まずは塩、そしてカレー粉。2分ほどカリッとするまで焼きます。サクッとカリッとしてきました。そしたらお皿に取り出します。お肉を閉じ目を下にして並べます。オリーブオイルを回し入れます。パチパチ、油が温まってきたら弱めの中火にして全体4分ほど焼きます。この時大事なのが、焼き色がつくまで絶対触りませんよ。はい、そしたら焼き色がついたら繰り返します。いい色です。しかもしっかりと固まってます。ステーキの側面はフライパンの側面に当てながら焼くと同時に焼けていいですね。焼きながらちょっと押すと豆腐の水分が出てくるので、でまたどんどん水分が飛んでいくので、さらに豆腐がお肉みたいになっていきますけどね。焼けたらお皿に取り出します。電子レンジでたったの1分で美味しいパセリソースを作りますよ。まずバターにオリーブオイル、パセリ、おろしニンニクを入れます。電子レンジに入れてたったの1分。はい、焼けますよ。あぶー。そしたら混ぜます。
うわ、美味しそうなパセリソースになりました。さあ、食パンを切りまして盛り付けますよ。そしてまずは食パンを並べます。ポテトをフライドポテトのように乗せて、ステーキ4つに切ります。はい、そしたらお肉乗せます。ダッセン、美味しいパセリソースかけますよ。キャー、美味しそう。豆腐で鉄板焼き屋さんみたいなビッグステーキの完成。ビッグステーキ鉄板焼きおでん。これすっげー、これソース美味しそうだね。え、どう、柔らかい。あ、豆腐え、豆腐入ってんだ、だからボリューム見えたんだ。え、すげー、ほんとだ。でも肉も柔らかいね。めっちゃ熱いでしょ。いただきます。うめぇ、うん、すんごいソースが肉を引き立たせてる。すごい、めっちゃ柔らかいね。肉も柔らかいし、同じような食感だから、見なかったら豆腐わかんないね。え、豆腐わかんない？うん。え、豆腐お肉みたいになってる？うん。パンと肉合うね。すげえ。パン美味しいっしょ。パン美味しい。今日はどうでしたか？本日はとても美味しゅうございましたね。奥さん。美味しゅうございました。奥さんじゃねえよ。あちゃん美味しかった？なあ！YouTube のチャンネル登録お願いします。